ープレゼンツ鬼やこ大道パチパチ夫婦来た来た。この番組はパチンコ実践の後居酒屋に行って飲むというやっこさん夫婦にとっては夢のような番組。ただし2人の実践結果によってお酒のつまみのランクが変わっていきます。今日はね、もう全国からパチパチ夫婦が集まってくれてますから、はい、我々と一緒のね、前に言ってた、夫婦で一緒に打ちたいと言っていた、そうですその企画が実現したってことですね。今回はやっこさんの要望にお答えし、番組初イベントレッツパチパチ夫婦を開催。全国各地からパチンコを愛する5組のパチパチ夫婦が集まってくれました。パチパチ夫婦が全国から集まってくれてますね。はい、ありがとうございます、はい、そして今回は、はい、ピア川崎大師店さんにお邪魔しております。豪華ですよ。すごい広いんですよ。ちなみにね、僕ね、ここの大師店さんオープンした時に僕並んでますから、はあ、思い出の大師店、はい、ありがとうございます。本当にすごい。今回実践するピア川崎大師店さんは JR 川崎駅アゼリア地下街より直結のダイスビル地下1階にあり、定型駐車場もなんと647台。遊戯時間中は無料で駐車ができ、車の方も快適に遊戯することが可能です。パチンコ372台、スロット350台設置。店内には噴水もあるなどゴージャスな作りで、夫婦で遊ぶのにもぴったりな空間です。ピア川崎大師店さんにぜひ一度お越しください。この後皆さんとパチンコ一緒にというか、まあ結局ね、パチンコ打つ人あるあるなんですけど、店入った途端バラバラですよ。好きなようにね、バラバラです。夫婦も結構バラバラで打つでしょ。調子がいい悪いでね、はい、だからそういう感じになるんですけど、うん、宴会を皆さんで終わった後は勝って、この番組は最高ですからね。パチンコを打って酒飲むだけの番組ですから。そうです、ね、だからぜひ、でも勝って飲みたいじゃないですか。そりゃそうよ、ね、勝たねえと意味ねえから。しかも全員で勝ちたい。じゃあ皆さん、せっかくなんで我々の掛け声とともに、はい、レッツと僕らが言ったらね、パチパチ夫婦と。あー、いいですね。行きましょう。いや、私もパチパチ夫婦って言いますから、はい、行きますよ、はい、レッツパチパチ夫婦。いいですね。というわけで、やっこさん夫婦のパチンコルールにのっとり入店。皆さん頑張ってください。お願いします。さあ、今日はね、仲間もいっぱいいるし、そうだよ、相性がいいピアだから、そう、勝とう。絶対に勝つ、絶対に勝つ。保留変化は大事よ。保留変化大事。よっしゃ、行くぞ。緑になった。お、いいじゃん、いきなり緑は全然ありますね。もう一回。あー、リーチになっちゃった。スペシャルリーチ。アニメリーチ。まあ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 。まあね。じゃんけん、じゃんけん。じゃんけん。ならない。まあでもね。まあでもいいじゃない。2回転目ですから。青保留。あら？青保留からの。緑。ダイさんも緑ファンに変化。せめて赤に変化してほしいところ。惜しい。で、ギジで、ギジで行こう。来た。よし。オーティングチャンス。
オーディエンスチャンス。どこ行く？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 真ん中。SKE。ただこれチャンスはあるからね、ここメロンパンゼロ増えない、ゼロ増えた、お、なになに増えろ、増えない、ゼロ、あー薄いかな、薄いね、これは薄いわ、2個だから薄い、あま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 あね、メロンでも当たりを感じするけどね、まあね、メロンパンみんな好きだからね、メロンパンは僕も好きですよ、当たり当たりのね、早めに行かないと、あ、なんか保留変化多いね、これはいい流れじゃないか、チャンス目で3つ目だから、お緑、あ、これはいいぞ、演出的にこれはいい流れだぞ、これ演出的にいい流れで、もう一丁のチャンス目でしょ、あー違う、あ、緑になっ、繋がんないんだ、お、いいね、おー、わかっ、ね、え、お、押しなさいよ、終わっちゃうでしょ、いや、押さないよ、いいよ、押さなきゃダメだよ、最初のチャンス、最初のチャンス、いいね、いいね、いいね、赤い、金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 のタイトル、これは来たね、これは当たるわ、これは来たわ、当たる、ゼブラになんないかな、ゼブラ、おー、すごい、これはいい、必要、これはいける、これは熱いですね、大当たりかな、これはいけます、緑カットイン、微妙かも、緑か、緑は弱いぞ、しかね、第3残念でした、演出が、よし、緑緑、どまあまあまあ、これしゃあないですよ、弱い、いきなりまだまだ行くぞ、だ、マセルさん、クマキさん当てて、だからマセ、お、いいね、ローズフラッシュ、あ、お、いいじゃない、総選挙、総選挙ゾーン、これは熱いぜ、熱いぜ、熱いぜ、あれ、揃っちゃった、総選挙ゾーン、これ熱いっすよね、ねえ、さやかちゃん、あ、だけどもうちょっとね、行かないと ね、 いとね、ちょっとあっさりしてたな、まあちょっとね、まあね、やっぱ演出がどんどん発展しないとね、ここで第3が推し面変更、松井玲奈ちゃん、誰、松井玲奈ちゃんに効果はあるのか、7点敗、7点敗、押し目買い出し瞬間7点敗、
推しメン効果激アツリーチへ発展。あんまり見ないですよね。7点すごいね。出た。これは引き強いわ。バラバラバラ7点倍だもん。ローズフラッシュ、これは強いわ。星4つ半の激アツリーチ、これは期待できるぞ。まゆゆ、これは引き強いぜ。前半からこれ当たるべ。第3持ってないね。台取り替えてみる。あ、こっちをね。確かにそれもいいかもしれない、ね、交換しようぜ。ちょっと夫婦パチンコならではですね。お、お、どうどう。 1,2,3,4 ダメだな。あっさり、おとなしいね。あれ、いや俺は騙されないよ。こんなんじゃはしゃがないから。こんなんじゃはしゃがない。わかんないよ。まあ色は変わったけど俺ははしゃがないよ。はしゃがない。あら、ま、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。まだはしゃがない。いいじゃん。いや、はしゃぎません。緑になってもう一個いけばね。あ、ダメ、薄いよ。はしゃぎません、私は。お、あ、ダメか、ダメか。お、48年物語。今日の流れからするといいじゃないの。いや、まだはしゃげない。第3、今日は冷静ですね。7点牌を外してるからね。弱気だから。いけるいける。いいじゃない。これがどんどんいかないとね。もう赤くなったよ、赤文字ね。48秒に到達すれば大当たり。ドキドキするね。今日の俺は外すんだよ。今日の俺は外すよ。外すよ。そんなつもりなかったのにな。そんなつもりなかったのにな。あーあー、また外しちゃった。めっちゃビビってたね。今ちょっと音を切ってびっくりした。いや、すぐリーチになっちゃうんだよね。やっこさんは良さげなリーチもなし。頑張ってください。これはね、どうでしょうね。私的にはガンツが相手ならガンツ打ちたいなと思うんだけど。そうだね、それもいいかもしれない。ちょっと見てくるわ、ガンツが。ガンツが空いてるかどうか。あ、あら、埋まってるわ。あららら、人気あるな。あ、仕事にも全部埋まってる。もう AKB 打つしかない。あら、開いてない。全部開いてない。この1台動こう。まあね、ぶっちゃけで言うと、うん、俺が打ってる台は多分出るわ。正代さんが打ってる台は出ない。これ？うん、まあ俺がもともと打ってる台ね。
これはもうダメだ。だからこうこう、うん、こうこうにしよう、うん、これ今夫婦で2万円投資してるじゃん。お互い5000円以内に当たり引かないとかなりきつくなる。投資金額は夫婦で5万円大丈夫？ロングレーザー、ロングレーザー、ロングレーザーからの、ロングレーザーからのリーチかい。まあ、よっしゃ行こう、よっしゃ行こう、まだまだ行くぞからの、これは変かな。当選挙来た。いいですね。赤まで行こう、赤まで行こう。あーダメだ、弱い弱いね、緑かい。行った行った、おおいいね、いいよ、いいじゃん、フライゲット、いいよいいよ、いけいけ、おじゃれおじゃれ、どう、え、なにこれ、やだ、なにこれ、怖い、俺も帰るよ、もうダメだよ今日、怖い怖い、第三諦めないで、赤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 、いいね、ほら、おー、いいじゃん、いいよ、いいよ、いいよ、あれ、青だ、いけ、いけ、おい、おっしゃ、行くぞ、いけいけいけ、あーやだー、怖い怖い怖い、松也さん、椿さん、松也さん、椿さん、はい、頼みますよ、俺もうダメだこれ、ローズフラッシュ、ローズフラッシュ、激アツ、ヤッコさんにもついに見せ場が当たってくれ、これは いけるんじゃないか、期待値あるよ、期待値ありますね、はしゃぎすぎですよ、オッケー、邪魔をするな、邪魔をするなってなんだよ邪魔をするなおおお、やったやった、よかった、やっとな、オッケーオッケーオッケー、ラッシュラッシュ、え、俺今日当てるリーチ5回ぐらい外してますよね、さあミュージックラッシュ突入なるかな、弱い弱だ弱弱、あーダメだ、やっぱりダメだった、ダメでした、反発ですか、こりゃまずいわ、ミュージックラッシュ突入ならず、ダイさんもヤックさんに続け頑張って、あすごい、あすごい、もっといけもっといけ、もっといけ、あーダメか、もっといけ、あーダメだ、剥がされた、剥がされたよ、
これ青じゃな。ロングレーザーですけど。おーおーいい。もう一回行くぞ。シーザーライズ。緑じゃな。ビーチになれば激アツだって。おなった激アツ。嘘だって。バラの儀式、バラの乗ってきましたよ。これで当たんないようだって俺もダメだよ。ヤッコさんが当てたリーチ、これは期待できますぞ。激アツです。いいね。今日ちょっと見飽きてるからね。いい。これはね、そろそろ当たるよ。私これで当たったよ、さっき。あ、乗ってる。今乗ってたよね。ね、乗ってたね。第3撃沈。もう今までの引きの良さがここで収束してるわ。やばいな。ラッシュに入らなかったヤッコさんに再びチャンスが。やばいね、確かに。おあれ、いきなり。あ、暑いじゃん、暑いよこれ。今日はちょっと松山さん頼むわ。もう当てて、俺当たる気しねえわ。保留が全然変わらない。48秒に行けばいいんだな。行くんじゃないの。まあ、行くよ。おお、まあ、行く行く。こっからだよ、こっからで。ロングレーザー、こっからよ。やった、よっしゃー、ローズフです。ありがとう。さっき大さんが外したけど、ヤッコさんはこれで当てたもんね。きっと大丈夫でしょう。あれ、え、青だね。青のままだもんね。なんでだろう。頼む、当たってくれ、当たってくれ。あー、ダメだ。当たったのに。これちょっとランス見てもらおうかな。うん、開いてないです。ガンスを打ちたいようだが、台が空いてない。何を打とうか迷っていたその時、の残り保留で動きが。あ、本当？当たんねえかな。え、当たった。え、マジ？あ、当たった。あ、怖っ、怖っ。やめたと思って、離れたら当たった。この中の演出、目の当たり。怖怖怖怖。AKB ボーナス。やめようと思って離れたら、ラストの保留で当たりましたよ。怖いわ。ねえ。おお。俺パチンコの歴史上初めてだよ。俺の中でも。何はともあれ当たってよかったですね。しかもミュージックラッシュ突入濃厚。これなかなかないっすよね。やめよう。これラッシュだ、ラッシュ。おお。7当たりだもん、ね、イエーイ。ようやくですよ、ようやく。さすが第3、ようやく調子が出てきたかな。いいです ね、まあ、ね、これが16ラウンドによるか続かないと厳しいわね。
が続けばいいけどね。あ、あらら、あ、弱いね、弱い、弱いな、弱い弱い弱いわ。赤まで行ったけどダメだね、これはダメだ、終わった、あ、ダメか、終わり、なかなかうまくいきませんね。やっこさんは出玉が飲まれてしまい、あー、じゃあ前半がね終わりましたよ。前半戦終わった、苦しいね、立ち上がりがまずいね。いや、我々ちょっとね、いや、マンダム夫婦はねちょっと厳しいですよ、前半戦の成績は投資金額が34,500円、出玉はほとんどなし、マンタマ夫婦ピンチです。いや、これはまずいね。リーチはいいラインのリーチがバンバン出てるんですよ、エース的にはね。ただ当たらず、変なあのちっちゃい画面で当たった ね、まあ、変なというかね、あれもエースなんですけど、あれは変よ。いや、まさかやめようと思って立って残ってる保留に出たら当たるっていうね、うん、なかなかないですよ、本当に。ちょっとね、まあ我々は調子悪いんですけど、皆さんにね、はい、はい、自分は投資が4000円で、で、マドカマギカで13連でまだ確変中なんですけど、とりあえず今後ろに8箱。ちょっと待ってください、私の夢じゃないか。2人で13000発ぐらい。おお先生、参加者の皆さんは調子がいいみたい。さすがはパチパチ夫婦ですね。いやいやいや、まあ、あー、もううちだけだ。だからね、あの皆さんが調子よくてよかった。はい、よかった。まあ、よかったですよね。これで全員ね、あの出玉出しちゃったら、もう目も当てられないですよ。そうですね。今回。と、あと、なんていうか、こう、みんなで打つけど、やっぱりどうしても一回も出ない場合ってあるじゃないですか。まあ、ある、ある。そういうことがあるから、はい、あの、もしかして、一人二人いないんじゃないかっていうのもちょっと感じてたんですよ。あ、もう帰っちゃってる。帰っちゃってるっていうのも、やっぱり自由ですから。まあね。それがでも、皆さん出てるっていうのはよかった。まあ、今日はね、うち、含めて全体がチームだから、はい、最終的には皆さんの出玉を一つにして分配するっていうことです。皆さん頑張りましょうね、後半も後半も頑張りましょう。乗り打ちスタイルです。乗り打ちスタイルで ね、乗り打ちではないですよ。皆さん後半戦も頑張って。達也、笹田さん、はい、鬼やっこさんとグランディジャージさんと同じく、うちは名の違いの姉さん女房です。おー、そこで質問なんですが、旦那が年下で子供扱いしたり、逆に嫁が年上で頼り切ってしまったり、そんなことありませんか？年の離れた夫婦のうまく付き合っていく方法を教えてください。8歳うちは下ですから、はい、あの私が今45なんで落ち着いてますよ、はっきり言って。私、まあまあ、45歳ですから落ち着きがあるんですけど、まあね、はい、そういうのに比べるとやっぱなんか酔っ払ってあの道路で寝てきたりとか、なんか体育座りで寝てたりだとか、そういうのはなんかやっぱちょっと、あ、年下だからそういうことすんだなと思って。やっぱ年下っていうのは最初から分かってるから、結構私は多めに見てるつもりです。確かにね、あのボーダーは限りなく低いですよね、うん、椿さんは僕に対して、ね、そうそう、怒るその沸点っていうかね、それは低い低い、起こりにくい。多分ね、年の差とかあんま意識しないことの方がいいと思います。まあ、なんつうのかな、その僕は彼女のことを年下だと思ってるんで、うん、いや、ね、なんでよ。浅間山荘事件だっつうの、こっちは。今のかな、何言ってんのよ、冗談じゃないよ。だ、俺は自分の鉄球だと思ってる。なんでだから8年前に生まれることにしてんの。そうそう、だからそれがうまく付き合っていく方法なのよ。やっぱ年上だと思って付き合ってたらさ、とか年下の方が遠慮とかもあるしね。俺はだから椿さんのこと年下だと思ってるよ。達也さん、お二人の意見はこんな感じ、ためになったかな。秋に笑うって書いてなんだろう。そう、秋翔とか、秋翔さんかな、かっこいいですね、秋翔、秋笑いさんか、分かんないけど。ズバリ、どこからが浮気。これね、永遠のテーマですよ。永遠のテーマだね。
こういうのをテーマにしてるトーク番組もいっぱい見たことあるし、私たちもそういうの答えたことあるんですけど、はい、私は、やっぱ普通の男女の友達がやらないことをやったら浮気だと思うんですね。例えば、例えば手をつなぐ、これは、まあ、普通はね、やっぱり日本の文化としてあんまりないことですから、男女で手つなぐのはちょっとなしです。もうそっから私はなしだと思ってます。まあ繋がないからね普通はね、なんでしょうね浮気ね。いやまあそれはねやっぱりその肉体関係かな。あ、もうそこ直接。まあけどね、俺ぶっちゃけてね、なんか例えば正夫さんが浮気しましたとなって、向こうに気持ち持ってかれてなかったら俺別に許しちゃうんだよね。あんま気になんねえんだよ向こうに行かなかったら。ああ、じゃあ帰ってくればいいんだ。そう、帰ってきたら何にも思わない。いや、チャンスじゃないよ、しめしめじゃないよ。秋笑いさん、参考になったかな。浮気はダメ、絶対。はい、そというわけで、またぜひ質問をぶつけてみてください、ね。コメント欄に、YouTube のコメント欄に書けますんでね、はい、もうね、悪口だけやめましょう本当に気にしやすいんですよね、うちの主人はね。よくないだって、誕生日言わないとすごい気にしちゃうしね、そこに悪口も気にしちゃうんでね。そう、コメント欄に質問をお待ちしてます。はい、そしてチャンネル登録もお願いします。共楽チャンネルです。 YouTube の共楽チャンネルです。共楽チャンネル、はい、嬉しいです。チャンネル登録をお願いしますって言える日が来て、ね、なんか YouTuber の人見て羨ましいなと思ったので、まあ、すごい嬉しいです。他にもいろいろな番組あるんで、はい、ぜひ登録チャンネル、登録チャンネル登録をしてお願いします。それでは後半、はい、頑張ろう。次回も頑張ります。よし、これ何次回もお楽しみにつながる、話せる、楽しめるパチンコパチスロ SNS たぬきち友の会。たぬきち友の会では実践結果やオフ会、パチンコツアーなどパチンコパチスロに関する話題が盛りだくさん。さらに共楽シダ会情報やここでしか話せないマル秘情報もあるかも。全国のパチンコパチスロ好きの仲間たちと交流の輪を広げて、みんなで一緒に盛り上がろう。